エスカロップはケチャップライスまたはバターライスにポークカツを乗せてドミグラスソースをかけた料理。北海道根室市のご当地料理で略してエスカとも呼ばれる。ピラフの上にポークカツを乗せてドミグラスソースをかけたもので平皿に盛られフォークを用いて食べる。通常は皿の端に生野菜が添えられる。 ケチャップライスを用いる赤エスカとバターライスを用いる白エスカがあり、2009年現在は白エスカが主流。白エスカのバターライスにはみじん切りのタケノコが入っている。もともとは地元の漁師たちのために手早く満腹感を満たすことができるメニューとして考案されたという。エスカロップの語源は諸説があるが、一般的にはフランス語のエスカロープとされる。 語源の意味の通りエスカロップのポークカツには、ドイツなどのシュニッツェルに類似して、比較的薄切りの豚肉が用いられる。1963年頃、根室市の洋食店、モンブランのシェフが考案し、短期間のうちに根室市内で普及した。当初は、コウ牛肉のソテーあるいはカツレツを、ナポリタンスパゲッティの上に乗せたものであったと言われるが、やがて、ポークカツを用いるようになり、 スパゲッティはケチャップライスに変わった。これが赤エスカロップの原型である。その後赤エスカをもとに白エスカが出現した。ライスには当初マッシュルームが混ぜ込まれていたが当時の流通の関係によりタケノコに変更された。根室市での知名度、普及度は非常に高く同市の郷土料理として紹介される場合もある。市内では食事メニューとして供する。 喫茶店が多いほかコンビニエンスストアでもエスカ弁当が売られており、夕食メニューにエスカロップを出す宿泊施設もあるが、根室市及び根室振興局管内の地域以外ではほとんど見られない。北海道うちでも2005年にセブンイレブンが期間限定商品としてエスカロップを販売したが、それほど売り上げは伸びなかった。福井県に複数の店舗がある洋食店。 ヨーロッパ圏においても1960年代からスカロップという同様のメニューが存在する。これもおそらくフランス語のエスコロープから名付けられたものとみられるが、根室のエスカロップとの関係は不明である。また類似した料理として、西日本広域に存在するカツライス、兵庫県加古川市のカツ飯、岡山市のドミグラスソースカツ丼、 新潟県長岡市や福岡県大牟田市などに見られる洋風カツ丼などが挙げられるが、いずれもベースとなるライスは白飯である。ピラフを用いるという点において最も近いのは長崎市のトルコライスである。また根室にはエスカロップ以外にも独特の洋風皿盛り料理が多数存在する。ありがとうございます。